今回は箱に紐をかける方法について説明したいと思います。まず紐をかける前に結ぶ前に一旦ほどいてみたいと思います。紐はこのようにかけられています。この箱のかけ方、紐のかけ方は左肩に輪っかがくるパターンになっています。こちらの方に輪っかがくるパターンは、裏線形の流儀だとも言われていますけれども、一般的なかけ方、右側にかけるパターンもありますけれども、今回はこの左かけの方を説明したいと思います。まず下の紐を輪っかの上から通します。そうすると今度こちら側の紐を上から下にくぐるようにして通します。このようになっていれば正解です。下側の紐をこのように2つ折りにして、こちらの紐を上から通します。そして蝶々結びをします。蝶々結びができたらこの輪っかを上側にして形を整えてあげます。以上で完成となります。箱の向きなんですけれども、このように、必ず木目が縦に通る形、こちらが正面というふうになっています。通常箱に表書きがある場合があるんですけれども、これはありませんが、表書きがある場合はもちろんそれに従いますけれども、通常木目は縦に通るように箱を設置します。中ももちろんこのように縦に木目が通っています。なのでこう向きをですね、互い違いにしてしまいますとうまく締まりません。このようにずれた形になってしまいます。必ず箱の向きですね、木目を縦になっているかどうか、それを調べる必要があります。また同じ縦の場合でもきっちりですね、こちら側の木目、そしてこちら側の木目も揃っているかどうかを確認しなければいけません。もう一度紐のかけ方をやってみます。下の紐をこの輪っかの上から通すようにしてくぐらせます。こちらの紐も同様にこの輪っかの上から下にくぐらせます。そうするとこういう風になります。下側の紐、このように輪っかを作って、こちらの紐を上からくぐらせて蝶々結びをします。蝶々結びができましたら形を整えてあげて、この輪っかが上になるように結んであげます。以上で切り箱の紐のかけ方の説明を終わります。